3月16日、1日の取引が終了しました。日経平均株価は反落しております。昨日と比べて127円44銭安の21,676円51銭で取引を終えました。トピックス東証株価指数も 6.97 ポイント安、JPX 日経400も 61.30 ポイント安とそれぞれ下げて終わっております。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 34%、705銘柄。これに対して値下がり銘柄数が約 62% の1277銘柄でした。変わらずが 4% ほどありました。規模別株価指数もいずれも下落、大型株指数がマイナス 7.7、 中型株指数が 4.0、 小型株指数が 18.3 とそれぞれ下げております。新興市場マザーズ指数やジャスダック平均なども軟調で全体的に下げたという一日です。やや小型株の下げが大きめという印象もありますが、それほど極端な偏りではありません。全体的に下げたという一日です。商いは最近としてはやや増加したという印象もあります。売買高は13億8800万株余り、売買代金は2兆7000飛び98億円、それでも大台節目の3兆円には届いておりません。今日は朝方は全体的に買い注文が先行して始まりました。昨日のニューヨークダウが上昇したこと、あるいは為替相場も106円台と昨日と比べますとやや 円安方向に触れたことなどを追い風といたしまして、買い注文が全体的に広がりました。ただ買いが一巡した後は徐々に上値が重くなりまして、前場の中頃にはアメリカのマクマスター大統領補佐官の更迭報道などもありまして、アメリカの政権の先行きに対する警戒感が売りを誘う展開となり、日経平均マイナスに転じました。5番に入ってもマイナス圏で揉み合う展開となりまして、結局大引けでも127円安、2桁の下落で取引を終えております。リスクオフ、途中から前場の中頃からリスクオフムードが広がって、為替相場も円高方向に振れ、1ドル105円台と円高になったことも輸出関連株などには重荷になりました。電気自動車など輸出関連株相対的に軟調で、日経平均の寄与度の大きい値傘株などにも下げる銘柄が目立ちました。結果としてトピックスや JPX 日経400などより日経平均の下落率がやや大きめという印象です。こういった中で下げた銘柄といたしましては、個別では三井ハイテク6966、こちらが 18% を超す急落となりました。今日の一番安い水準で取引を終えておりまして、安値引けです。三井ハイテクは昨日の取引終了後に発表した前1月期18年1月期決算が予想から大きく下振れたということに加えまして、合わせて発表した今期19年1月期についても利益半減の大幅減益見通しを明らかにしておりまして、利益寄りに押されました。逆に上昇した銘柄といたしましては9843ニトリホールディングス、こちらが今日で5日続伸、連日で上場来高値を更新しております。再来週ですね27日に決算発表を予定しておりまして、好業績期待というのが買われている要因でもありますが、為替が足元円高に触れて、円高メリット株という側面も見直されている理由の一つというふうに言われております。以上、今日大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。